今年の4月の16日、兵庫県南部を襲った豪雨被害、私も被害に遭いました。やっぱりちゃうな、わかりやすいな。やっぱ濡れてもかわいそうね。なあ。全然ちゃうやん。昨年の10月に納車された私の新車プリウス2000、これがそうです。2ヶ月以上経った今日、やっと保険会社の調査の方が私の車を見に来てくれました。修理金額が提示されるのはもっと先のことになるようですが、相当な金額がかかるようです。大掛かりな作業がいるようです。屋根を外してしまって新しい屋根と取り替える、そんな作業が行われるようです。もしそうなると本当に大変な作業です。この作業をやった方がいいのか、このままボコボコのまま乗るのがいいのか考えどころです。今のところ私はこの車を修理するかどうかは非常に悩んでいます。直さんとお金だけをいただくことも可能なようです。最後は修理工場である強力サービスの担当者と綿密に打ち合わせをして作業は終わりました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。